はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回の、VS コムは、オセロワールド2ということでね、今回は、信長の野望じゃないや信長を相手にね戦ってみようと思います。信長さんね、天下統一を目指して戦った武将なのよざっくりした感じだな。今回ブラックでいきましょうか。ちなみに、対戦相手は僕がこっちで、オセロでオセロ、任天堂 DS のオセロでオセロで、対戦相手の思考をやってます。早えな、相変わらず早えな。こっちは遅いんだよな、牛。ああ、もう置いたか。からね、遅いとね、先が思いやられるからね、ここら辺はサクサク打ってほしいんだよな。あ、打ったか。拙者に歯向かうとはいやいや、オセロやってんだよNow thinking なんか今までにない展開だな。いや、またわけのわかんない、これはこれですげえな。僕はね、あんまこの角の一個手前の斜めのところにあるここって取ったらもうやばいとこだと思ってあんま入れないんだけど、このねコムはこれ今レベル3なのにね、いまだに入れてくんだよな。あそこ角取られちゃうじゃん、こんなとこ置いたらね。え、 Now thinking いや疲れんだって、こうやって手をこうやってるだけで。賀来さんのね、印籠を出してる状態をずっと続けてるわけですよ。意味わからん。あ、水戸黄門っているのかな。天下は私のものだ。でも水戸黄門っていうか、時代的に徳川家康がまあ次の時代にいたとして、水戸黄門は入れないよな。2人入れないよな徳川家からね。かぐや姫何人だよあれいやー、待たされですよ、待たされです。おお、すげえな、勇気あんな。これどうする？こことかあんま置きたくないもんね普通。あ、置くんだって。え、どこいた今。あ、ここか。そこでも、もうここしかないんじゃない、ここしかないんじゃないの普通に私を怒らせるな。いや、怒らせるもんじゃないけど、普通そうなるだろう。いや、これなんだ、これなんだ、これ置ける場所ほとんどねえじゃん。あ、ここか。はい。マジですかそれ。でもこれつらいね。
どこ置くといいんだろうね。ここか。なんだこれ。でも普通この辺かな。この辺とかだよな、置くとしたら。そうだよね、セオリーだよね。コムがよくわかんないんだよな、動きが。まあ僕ならここ置くけどね、もう迷わず置くよね、カード。置かないの？カードを。カード取ろうよ。置くよね、普通カード取るよね。拙者に歯向かうとは。いやいや、歯向かうも何も歯向かうも何も。これはまあここに置くのが無難だけど、無難だけど、もしかしたらこっちのこことかがいいかもしれない。そこか。なるほどね。またわけのわかんないとこ置いてきたな。いや、迷わず僕はここに置くけどね。僕だったらここに置くんだけどな。どうすんだろう。あ、そっち来たか。いやいや、かわいそうだろう。マジでかわいそうだろう。あ、こっちでしょ。あ、でもここやるとは、そっか、ここ取れちゃうから、こっちって手もあるよね。ここだったらもう一回パスだよね。よし。で、こことか。でもやっぱ取られないように置くにはここなんだよな。でもここら辺に置かれてまたひっくり返ってくる。あ、でも、あ、そっちに来たか。おう、これ迷わずここでいいんじゃない。そうだよね。天下は私のものだ。ここでこれか。ここじゃね。やっぱそうだ。でしょ。あれ違うのか。え、こっち？はあ。え、これじゃないの？ここでしょ？ここ。嫌な感じだねこれ。いやいや、ここでしょ。やっぱりパス誘うならここだよね。
考えてます。考え中です。あれまだか。考え中です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 。まだか。まだか。こいつほんと64全部取ろうとしてるわ。恐ろしいやつだな。マジか。すげえ考えてんじゃん。いやいや、これ信長に叩き切られるよこれ。多分こんな待たしてると。いやいやいや、もう待ちすぎだよ。待たせすぎだよ。考えすぎだよ。ここじゃないのかな。例えばさ、ここ角取ってさ、なんか白になんかこの辺取らせたりしてちょっとお茶を濁すのかな。どうすんだこれ。でここで白でガーって返されて、ここに例えば黒入れて、でその後こっちからダーッと取るのもできるけど、でもこいつのこの辺がどうにも生きないんだよね。もうこっちが取ってあげなきゃいけなくなる。でもこういうとこ取って少しずつ相手に取らせるのか。いやらしい。いやらしい。おお、あ、来た。本当にここ来た。あ、そこに来んのか。へえ。マジ？マジですか？なんだ、こっち来ると思ったけど。へえ。マジですか？これどうすんだ？どうすんだこれ。ここ？ほう。そうだよ。そうだよ。ここでこれだ。意地悪だな。これ来たな。来たな。これすげえのが来たな。すげえ手で来たな。この人嫌な人だな。天下は私のものだ。これ嫌な人。間違えた間違えた、こっちだった。嫌な人だなこの人。この人あの性格悪いな。この人性格悪いな。この人ほんと性格悪いな。この人性格悪すぎだな。本当に悪いな。いやーこれはこれはすげえな。すげえな。本能寺だよ。本能寺ですよ。もうこれはかわいそすぎたね。You win. いやーこれ絶対切られるよ。そんなんで済むんだ。ということでね、レベル3でもあの64パーフェクトが出せるっていうのはびっくりでした。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さきかんでした。